はい、こちらインタビューブースの山崎です。現在こちらには、女子砲丸投げで優勝されました鶴ヶ高校の島田ひかりさんに来ていただきました。島田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。と記録はこの結果にはどうですか、満足していますか。はい、結果は満足していますが、試合展開がちょっといまいちだったので、次は頑張りたいと思います。というと、なんか何かがありましたか。ちょっと1投目から11メートルを投げようと思ったんですけど、ちょっと10メートルちょっとの記録やったので、ちょっと初めから試合がグダグダやったかなと思います。はい、この11メートル71っていう、74という記録は何本目に投げたものなんでしょうか。最終投擲の6本目に投げました。お、最終投擲で普段以上の力が出せるという強い選手ですね。そんな島田さん、普段から心がけていることってありますか。はい、投げるときに開かないように後ろを見ながら投げることに心がけています。あ、早く開かないように、はい、あ、なるほど。はい、それでは最後に北信越新人を控えていると思うんですが、何か抱負や目標があればお願いします。はい、12メートル投げて北信越新人で優勝したいと思います。優勝宣言が出ました。皆さん、北信越新人も楽しみにしていてください。それでは鶴ヶ高校の島田ひかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。南さん、藤島。